これがね、青箱と言われてる、車になります。フランスでね、フランスじゃない、アメリカの車で、これは当時もののものですね。青箱ってのは、こういうふうに青い箱ですから、青箱と、わかりやすいんですが、ありまして、これが昔、昭和の時代の時に、1988年以前には、黒箱と同時に、青箱というトミカがありまして、で、これは、昭和時代に、黒箱は日本車の車がメインなんですが、青箱というのは主に外車ですね。こういうアメ車とかドイツ車、フランス、イギリス、そういったイタリア、そういった外車が、中心となって作っていた。で、そのシリーズとして青箱というのがあったわけですね。で、だから今みたいに、今はね、日本車と外車が今一緒くたになったけど、昔は日本車と会社だったのは全く別のシリーズで作ってたんですね。で、ところがそれが1988年になって、あれなんですね、その青箱と赤箱っていうのが出て間もなくなって、その会社のシリーズが総合されちゃったんですね。で、それで一緒くたになってしまった。だからもう今ではこの青箱はもう当の昔になくなって、もう昭和時代にしかある意味も手に入らない、車ですね。で、こうなってます。だから番号も、何番とは違って、ここに F と書いてありますから、F シリーズで始まってるんですね。で、F54 ってことは、これが F54 ってことは54番目の、アメ車。だから結構青箱というのもシリーズがたくさんあってね、たくさんうんと作られてたんですね。で、これはオールズモビルのトロナーブですね。で、オールズモビルトルナードは66年に登場した高級パーソナルクーペで、アメリカ車として1937年ゴード以来という前輪機動と前輪的でした前輪的なスターニングが特徴だったんですね。で、その後70年代に四角形盤でオーガンドクーペとなっていったが、79年モデルチェンジするともに大幅に縮小されたんですね。で、ダウンサイズの目的はもちろん燃費の改善で、従来の RWE だったビークリベールも含め、E ボディ3兄弟は全て同じホイールベースに統一された。で、従来大きかった2規模のキャラクエドラードところではないが、ホイールベースは約2000メートル、全長が約550メートル、車重は400グラム以上の記事された。しかし、フレをフロアの張り出したフェンダーのため、トロナードのみ、車幅は2030メートルと従来と変わらなかった。で、機能的には66年以来のエンジン横置き FW システムを受け継いでおり、サスペンションは前が従来の横置きトーションバーを利用したウッシュボーンの改良にしたのみだった。で、リアは従来の固定からトレーニングアームの独立に変更されたんですね。で、エンジンも小型化され、照準は他と同様の 5.7 リッター V8 になり、5.7 リッターディーゼルも搭載された。で、外見はフロントマスクをはじめ、基本的に従来からモチーフを引き継いでいるが、スペース効率を上げるために、この頃から GM 製ツーラークーペの特徴となっている、トゥーゴーブを起用としたようなデザインを採用し、先にダウンサイドしたインターミデット8、カトラスのズドア版そっくりとなった。で、80年にフロントマスクを変えて、グリルが、上等部分まで大幅いっぱいに横線パターンになった。で、また5リッター V8 が選択可能になり、照準のブレアムのためスポーティーな XSC パッケージが設定された。で、81年には 4.1 リッターの V6 を追加。83年にはグリルパターンが細かくなったんですね。で、ライトカーのネームプレートはマークデータリングと年ごとに微妙に変わったんです。で、84年にグリル周りが変更され、より豪華な難度ルーフのカリエントパッケージが設定された。で、85年コインクをされ V6 のみ年間5万台を維持したが、86年にモデルチェンジしてサイズをダウンサイズされたということなんですね。この時代はこの、70年代からね、80年代にかけてっていうのは、全体的にしては景気が良かったんですが、ただ同時にその排気ガス規制の問題っていうのがあって、で、これで散々こう言われてしまったんですね。要するに他の日本車とかね、そういったイタリアとかフランスとかそういった車に比べてアメリカの車はでかすぎるから、ガソリンもどんどん食うから、それが問題だと。それが、環境にも悪いから、環境破壊にもなってるんだと。
というふうに指摘されてですね、でそれでまあ当時全体的に安倍社がまあ最終的にどん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 小さくなっていっちゃったんですね。一番目下がまあアメリカが一番活気があったのが1930年代ぐらいですかね、第一次世界大戦、第二次世界大戦でどんどんアメリカが強くなってくると、車もブンブンブンバカでかくなっていって、有名なキャデラックとかね、ああいうふうにどん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 車がそのものがバカでかくなっていったんですけども、まあだん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 70年代から、ぐらいからなってくると、70年代後半ぐらいからなってくると、まあ排気ガス規制という問題が起きて、でそれによってどん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 車の幅が ちっちゃくなってしまったっていうね。でそこでアメリカは考えたわけですよ。車の幅が小さくなっていくんだけど、その中でどうしたら車の豪華さを出していくかって言ったら、室外とか内装とかデザインに豪華にしていくと。でそれによってよりまあアメリカというのは成功をしていったんですね。でその後90年代になるとアメ車はさらに、もうちょっとこうサイズ感に小さくなってしまって、アメリカとしては非常に苦しい時代をまあ迎えてしまったんですね。あの90年代ぐらいになってくるとアメリカも経済的に回らなくなり始めて、景気が悪くなってきてね、で車のサイズもどんどん小さくなっちゃって、で今まではねコンパクトカーなんてものアメリカはまあコンパクトカーってまあ出さなかったわけではないんだけど、あんまり売れなかったんだけど、まあ80年代ぐらいから70年代の終わりから90年代にかけてコンパクトカーがどん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 売れるようになってきたんですね。でそんでコンパクトモデルっていうのを出した。ただ日本の感覚で言うとコンパクトカーって言ったらね、まあビッツだとかね、まあもしくはもっと小さい軽自動車ってなっちゃうんだけど、あのそのコンパクトカーと同じコンパクトにしても全然違うんですね。もう普通に 2000cc とか 2.5 の車がもうコンパクトだっていう、日本じゃ考えられないんですけど、まあそれでも十分でけえと思うんだけど、まあそのぐらいやっぱり非常にあれなんですね。小さい車だって言っても 3000cc ぐらい、3000ぐらいはあったかなの車なんですね。だから当時グレムリンとかね、 ANC ペーサーとかね出したんだけども、あのメーカーはメーカー時点でちょっと厳しかったんで、あの欠陥車だったりとかねしてる問題が多くて、会社に問題があってで潰れちゃったんですけどね。ただまあこれはあのオールズモビルトロナルドっていうのはこのソルコール時代の時の車で非常にいい、車ですよね。あのこういう感じが好きですね。でこのトロナードがある意味元になって日本車に影響を受けて、日本のあの 300ZX ですね、当時バブルの頃の CM の時にあのねスポーツカーに乗りたいと思うと、乗ってみようと思うということをこう日産が宣伝して、で当時の日産というのはね901運動っていうのがあって、90年代に向けてその技術力をどんどん高めていきましょうみたいな、そういったのがあったんですね。でその時代に日産の PRD8 が 300ZX だったかなの時に、あのこのトロネードのこの車をまあ参考にして、こういう風なこういうティーバールーフっていうかね、こういったのが日本でも流行るようになったんですね。だからまあちょっとそれはちょっと 300ZX がちょっと出てくる前の1970年代の時の終わりぐらいですね。の時に PRDZ っていうのがまあありますけど、その PRDZ がTバールーフっていうのが出したんですよ。白と黒の灰色と黒かのやつでね。でその Tバールーフっていうのがこんな感じだったんですね。でそれを参考になったのがこの車なんですよ。だからこのトロナードっていうのがなかったら、フェアレディ Z のあの Tバールーフっていうか、あのサンルーフは、あの独特のサンルーフはなかったわけですよね。でこれの影響を受けて、だからあのフェアレディ Z ってのはいいとこを取ってんだよね。あの 300ZX のライトの場合なんかはフェラーリの部品を使って、フェラーリと同じ部品を使ってるし、あとそのまあこれの Tバールーフはこのアメ車から取ってるわけですよ。だからもういいところを取り寄せた車なんですね。でそんで大成功したんですよね。でそんでその上に日本車の日本のならではのその
小ささっていうか、そういったものを生かしててね、作ったわけですけども、まあこのトルズムトルナラっていうのはこれもこれでなかなかねいい車ですよ。私は何よりこの車の、まあこの顔の部分ですね、これが好きでしたね。このティーバルフとこの前のこの顔がね、一見するとマーキュリーモナークとかにねよく似てますけども、あのマーキュリーのモナークによく似てんだけど、まあなかなかこれのがいいですね。あとマローダとかあったね、あれもよく顔が似てんだけども、まあこれも非常にいいなっていう感じです。でこういう風に内装がこれ豪華になってましたね。ふかふかの、要するにまあ昔であったほらホテルのソファーみたいな、あんな感じで非常にふかふかとしたね、椅子の乗り心地で非常にもう豪華な車だったんですね。でこういう風に内装もこういう風になっててね、一見するそのリンカーンの車をね、リンカーンとか、まあ兄弟でしたらキャダラックがあるんだけど、エルドラードがあるんだけど、まあそれを意識してですね、作っているという感じで、非常にいい車ですね。まあ高級車の中でも本当にもう最上級みたいなね、車でして、こういった車がね、昔はこういった車で金をかけられたっていうんだからね、まあ今じゃ信じられませんけども、まあそういういい時代のものがありましたね。今の車ってのはね、ほんとねもう安っぽいね感じでね、ほんと残念なんですよ。でもこの時の車ってのは高級感がありましたよ。内装もね、木の、ダッシュボードがね、木目製で、木のダッシュボードを使ってて、これがまたいい感じにね仕上がっててね、でいい、なんつうのかな、木の色というかね、肌色というか、なんていうか、色の感じが非常にいい、落ち着いたいい色だったんですね。でまあなかなかこれは好きな車です。もうこれ箱でない、箱付きじゃないやつにものを手に入れようとしても、もう今じゃ難しいかもしれないですね。私が手に入れた時っていうのはまだオークションが、まだトミカが今すごい人気があるけども、昔はほらそんなにまだ人気がそんなに、まあ全くないってわけじゃないんですけど、まあ人気がまだあんまり出てこなかった時、もうトミカっていうとイコール今の新車か現行型のトミカっていうのが、ほらどうしてもそっちの方に集中しちゃうんで、昔のトミカっていうのがまだその価値観っていうのがまだあんまり知れ渡ってなかったような時代だったんですね。でその時にまあ私はそのオークションの、時に買ったんで、まあ非常に買いやすかったんですけども、今は非常にライバルも多くなったしね、現行型のトミカを知ってる人はもちろんのこと、その古いトミカまでまあ調べて、それで買おうっていう人が昔に比べて増えてきたから、もう昔にしてももうかれこれ、そうだな、もう5、6年ぐらい前かな、5、6年ぐらい前と比べてずいぶん増えてきたから、まあそれで市場に買うのはね、まあより厳しくなったっていうか、難しくなってきちゃいましたね。もともとほら台数がねこれ少ない上に、その上でこれを欲しいっつうんだから、まあより大変なことになりますわなって感じなんですが、まあなかなかこれは手に入れるといい車だなというふうには思うのはもう間違いないかなというふうに思いますね。どうもありがとうございました。